どうもドラッグサニーガレージです。今日は K6A のヘッド加工、ポート加工とか燃焼室加工の動画になります。ちょっと長いです。ポート加工っていうのは基本的に高回転で効果を発揮するメニューですね。街乗りだとちょっと効果が分かりづらいかも。ちょっと長い動画なんだけど、相変わらずオチはないです。なるべくデコボコにならないように均一にポート加工しましょう。今回 K6A でポート加工をがっつりやるの初めてなので、どこまでやったらいいのかっていうおっかなびっくり確認しながらですね。ポート研磨すりゃいいじゃん。このジグを通します。今ねこれ先にもう測ってるんだけど19ミリ内径ですね。さらっと掃除しただけで、この横線、上側と下側の継ぎ目の横線をオフしていく。こっちにもあります。すると、内径が広がっていく方向になりますね。バルブの軸周辺、ここを一番狭いところだろうということでね。K6A の吸気ポートはもともと形状はいいので、形状悪くしないようにサイズアップですね。ここをちょっと取りたいね。側面をここら辺こんな角度で、こっち側はすごい中央の柱に向かって、スマートになってるんだけど、こっちはちょっとここら辺が膨らんでて内側に出てるんですよね。こっち側はある程度修正済み、ある程度修正済みで先にこっちやったんですよね。こっち側にも段差は実はあるんですよ。これは、シートリングカットと打ち取りしないと埋まらない溝ですよね。こんな感じから確認をする。やっぱここあるな。こっちはええな、側面はええな。これはすごいピンポイントにザクザク切れすぎるから、今度平べったく当たるようなやつでもうちょい鳴らしていこうか。ここがしょうがねえな、こっち側はな。お、側面はこれを目標に行こう。あとペーパーですね。ペーパーでリューター面を落としていく。これがやっぱし案外ストレートなポートを作ったりデコボコを鳴らしたりするにはいいんよ。軸は何でもいいし。まずは最初に悪いところを見つけて、胃肌を落としながら拡大修正をやって、最後に表面を整えるっていう感じですね。この隙間から
だんだんここを広げていきたい。こんな感じで。狭い。こう行くと、まん丸なんだけど、ここで狭くなる。どんどん狭くなる。ここを広げたいですね。エキゾーストのシートリングは荒れるんよな。カーボン踏んづけとるからな。このヒョウ柄みたいなやつがカーボン踏んづけ跡なんですよね。うん。リューターも入れたし、ペーパーも入れたぐらい。17.8 がガイドの中に入る。ガイドじゃねえや、シートリングの中に入るけど、18ミリは入らない。マスキングテープ一周巻いただけでコンマ2ミリ変わりますね。これが18ミリですね。あとまあ他もパッパッパッ同じように、ちょっと狭いところを探す。マスキングテープ一周巻いただけでちょっと変わるから、このジグを通します。今ねこれ先にもう測ってるんだけど、19ミリ内径ですね。実際に取るのはここの内径しか通らないので、ここが大事なんですね。バルブシート、シートリング内径、ここが大きくなっていないとなかなか、まあ、効果が出にくいんじゃなかろうかと。で、ここを拡大できたのがこのバルブシートリングなんですよ。バルブシートリング内径がまず一番小さくなければならないぐらい、徐々に大きくなっていってほしいんですね。まあ、インテークバルブは 24.5 だったとしても、シートリング内径は20ぐらいなんですね。19ミリのジグをこう全体的に均一に通るように確認して